こんにちは、クリッカー夏デコです。マセラティジャパンはレヴァンテ、クアトロポルテ、ギブリの2019年モデルを発表した。主なトピックは次の3点。1、レヴァンテに V8 エンジン搭載車2モデルが登場。2、レヴァンテ、クアトロポルテ、ギブリに AT シフトを改良。3、レヴァンテ、クアトロポルテ、ギブリに設定のレリッシモパッケージを改定。これまで V6 のみだったレヴァンテに V8 エンジンを搭載したレヴァンテトロフェオとレヴァンテ GTS が新たにラインナップに加わった。590馬力を誇るトロフェオは1990万円、550馬力のレヴァンテ GTS は1800万円で11月より納車が始まる。レヴァンテトロフェオは今年4月に行われたニューヨーク国際オートショー2018で姿を現した。マセラティはレヴァンテトロフェオを同社が送り出す究極の SUV と呼ぶ。時速0から 100km 加速は 3.9 秒、最高速は時速 304km を誇る。同社の Q4 インテリジェント AWD システム専用に設計された 3.8L V8 ツインターボは最高パワー590馬力、6250rpm と最大トルク 734Nm、2250rpm を生み出す。リッターあたりのパワーはマセラティ史上最高のリッター156馬力。この数字を見れば自ら究極の SUV と歌うのも頷ける。なおこれ以外のガソリンエンジン同様、フェラーリのマラネロ工場で手組みされる。2018年7月のグッドウッドフェスティバルオブスピード2018でワールドプレミアを果たしたレヴァンテ GTS も日本市場に登場した。 3.8L V8 ツインターボは最高パワー550馬力、6250rpm、 最大トルク 733Nm、 3000rpm を発生。これに ZF 製8速 AT を組み合わせ、時速0から 100km 加速 4.2 秒、最高速時速 292km を達成する。トロフェオのインテリアではスポーツシートにフルグレインレザーのピエノフィオーレを採用。17スピーカー 1280W のバウアース&ウィルキンスプレミアムサラウンドオーディオシステムをオプション設定する。エクステリアに目を転じるとドアスプリッターとフロントエアインテーク内のサイドベゼルブレード、サイドスカートインテーク、そしてリアエクストラクターがハイグロス仕上げの CFRP 製となる。エンジンフード上の2つのエアインテークはシリンダーヘッドの冷却用。そのエンジンフードの下に収められた V8 のエンジンカバーは CFRP 製で、 V8 の文字とトライデントロゴが配される。さらにシリンダーヘッドと吸入マニフォールドを赤くペイントするなど、入念な演出はトロフェオの名に恥じない。トロフェオと GTS という2つの V8 モデルの登場に合わせて、2つのトリムライン、グランルッソとグランスポーツはよりエレガントに刷新。ボディカラーには新色のブルーノーベレが加わった。走行安定性とドライビングダイナミクスを引き上げ、安全性にも貢献する車両統合制御システム IVS を搭載したことも重要な改良点だ。2019年モデルのギブリ、クアトロポルテ、レヴァンテに共通するトピックはシフトレバーが新しくなったこと。ストロークを短縮して操作性を向上させたほか、シフトレバーを右から左に移動すると AT から MT モードに切り替わる。また P ボタンを新設してパーキングモードへのシフトを容易にした。今年4月に導入されたオプションパッケージ、デリッシモパッケージにも小変更が加えられた。同パッケージは V6 エンジン搭載モデルのベースモデルとグランスポーツに選択可能。2019年モデルのクアトロポルテは新しいボディカラーとホイールデザイン、インテリアトリムを備え、シフトレバーもレヴァンテで述べた改良を加えられている。内装ではピエノフィオーレナチュラルレザーが選択肢に加わった。ギブリの MY19 モデルも新しいボディカラーとアロイホイール、ピエノフィオーレナチュラルレザーによるトリム、改良版シフトレバーを備える。アダプティブフル LED ヘッドライトがグランルッソとグランスポーツに標準装備になったのもニュースだ。
以上のように日本仕様2019年モデルの中ではレバンテの充実した刷新内容が光る。トロフェオと GTS の登場によりレバンテの販売に拍車がかかるとみて間違いなさそうだ。